トイレ休憩も済ませたので、こっからだったら海猫ラインの方をちょっとついでに見ていきたいと思います。いや、人がいなくていいね。最近ここら辺ばっかり来てるな。まあ夏だしね、やっぱ海でしょ。山はちょっとね、今アブとかハチとかがねあるからね、本当山に草刈り行かなきゃなんないんだけどね。お、夏休み中だからね、もう人来てるよ。おお、綺麗だな。GoPro はね、ステアリングのところに GoPro マウントのアダプターつけてるので、そこに設置してるんですけども、ヘルメットマウントね、やっぱね疲れるよねフルフェイスだから余計にさ。おー、かっこいいジムニーが止まってんじゃんっていうか、ここ止めていいのか。駐車料金300円もするんだね。300円もっていうか300円でいいのか、逆に。
外とは涼しいよな。今度はね、グループで走りたいよな、そろそろな。まあ、一応計画はしてあるので、日程が合えばだね。なんだってうち、土日祝って仕事だから、なかなかね、合わないというかね。いやなんか夏休み欲しいな。上がるもんな。まあそれでも反対には負けるな。僕はもうしょうがない。ビッグスロットルでも入れてみようかな。どうしよっかな。ビッグスロットルもね、なかなか。お、フェリーが、だって見えねえか。映ってるかな。映ってないだろうな。あ、ここ涼しい。夢にいるじゃん。いいな。あ、足を打って地面に行った方がな。いや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 、ダメだダメだ。ちょっと乗り物を増やしてみるとまずい。置き場所がない。はい。住宅が走る分には全然4速3000回転で走れるもんね。空速も感じないし、うん、やっぱあれだな、ハンター乗っちゃったからにはいろんなところが気にならなかったところが気になってくるよな。まあ仕方がないっちゃ仕方がないけどね。そういえばあれだね、ハンターでお、これいいじゃんって思ったのがね、クロスタバね、シフトガイド G クラフトのやつをつけてるんですけど、シフトフィーリングがすごくカチ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 入って、まあ、新車だからっていうのもあるんだろうけど、すごくね、よくシフトチェンジが決まったんだよね、ハンター株。やっぱいろいろ改良はされてるんだろうな。ディアブロのシートね、座面が、なんだろう、 こうお尻のところがくぼんでるっていうの、
まあね、すんごく乗り心地がいいっていうか、お尻にフィットするっていうの、うん、いや、ほんとこれはいいシートだよ。ケイスティールさん、ありがとうございます。普通にクロスカブ用にそのまま販売してもいいんじゃないかしら。まあ加工してつけてますけどね。まあ加工しなきゃつかないんですけど、まあハンターカブのディアブロシートクロスカブに取り付ける加工の方法は動画アップしてますので、よろしかったら見てみてはいかがでしょうか。気持ちいいな、海沿い。あとも連日35度オーバーって勘弁してくださいよ。もう職場の倉庫、まあガレージっていうの、あそこがもう41度いっちゃって、もうどうしようかと思ったよね。もう昼飯食べたら暑さでぶっ倒れるみたいなさ。いや本当大変大変。こういう暑い時ってさ、バイクで走る時どんな格好をしたらいいんですかね。半袖は涼しいんだろうけど、バイクだしねっていうのもあるし、バイクだから長袖だよねっていうのもあるけど、そうすれば暑いよねっていう。こういう時あれだよな、マニュアルバイク大変だよな。いい加減あれかな、シフトインジケーター欲しいな。なんか無駄にハンター加工そうだったんだけど、低速トルクがありすぎると、4速で走ってるのに3速と勘違いして幻の5速ギアに突っ込もうとするっていうあるあるじゃないかな。住宅街に入ってきたな。こうなってくるとツーリングって感じじゃなくて、ただの通勤になるんだよな、うん、いやもうこっから自宅に向かうので、動画はここら辺で終わりたいと思います。本当はね、今日ツーリングじゃなくて試運転みたいな感じで出てきたからさ、あんま荷物ないんだよね。てか全く持ってない財布しか。ということで、ご視聴ありがとうございました。